1500人に慰謝料280億円、はい、元徴用工問題の韓国議長案と、はい、時事通信が伝えております、うん、韓国の連合ニュースは26日元徴用工問題を解決するためムン・ヒサン国会議長がまとめた法案の詳細を伝えた。日韓両国の政府や両国企業が創設する基金を通じ元徴用工ら1500人に慰謝料などとして計約3000億ウォン約277億円を支給する内容という、日本企業は基金に自発的に寄付する仕組みだと、うん、いうことですね、うん、自発的に寄付ってしないですよね。この前経団連の会長がなんかも、はい、それはやらないと、はい、いうこと言ってましたけど、うん、なぜ日本がそんなことやらなきゃいけないのかと、はいはい、でムン議長が、ムン議長の関係者が同日元徴用工らが参加した懇談会で提示した。ムン議長は今後関係者らの意見を聴取した上で法案に反映する考えで内容が変更される可能性もある。年内にも発議する方針とされるが早期の立法化は厳しいとの見方もあり、はい、来年に持ち越されそうだ、うん、ただこれ韓国でできたところで、はい、日本政府なんて関わる必要ないわけですからね。ただ、はい、日韓両政府って書いちゃってるわけですから、うん、はい、勝手に作んなよと。そうですね、いう話なんですね。ちゅうか諦めないよね。しぶといですよね。しぶといよね、うん、どうしてもこれをやりたいという、うん、そのなんとか日本に一矢報いたいというか、そう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 、もう本当にもう、そうそう、クリンチが激しいよね、うん、いやムンヒさんもムンジェインも、はい、ムンはダメですね、まあ、ムンはじゃあどの名字だったらいいのっていうのもあるんですけど、ね、じゃあ逆にいいのがあるのかっていうと、そういいのがあるのかっていう、ちょっと微妙なところでありますけど、はい、のもありますけどね。いやもう本当にこれはきついし、最後はね徴用工問題のね、うん、企業の日本企業の、まあ、資産売却と換金っていうところも、でも結局まだやってないですもんね。やってない、まあそれやったら本当に日本企業全部、うん、撤退するんじゃない。そうですね、うん、でもなんか韓国って最近そのパターンですよね、うん、やるぞやるぞって言ってやらないっていう、ね、うん、そうそうそう、ジーソミアもそうです。ジーソミアさすがにやると思ったよね。さすがにやるのかって思った、ね、そう先週の放送では、うん、もうこれ間違いないなと、そう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 、もう祝杯の準備をみたいな話してましたけど、そうそうそう、それどころかギリギリで、ギリギリで残り6時間7時間ぐらいを、うん、はい、直前にして、はい、継続が決まったという話ですから、うん、あれ多分アメリカからむちゃくちゃ言われて、はい、まあ、しぶしぶというところなんだろうけど、うん、すっごいよねあれ。あ、うん、もうあれでアメリカと韓国の信頼関係も全部なくなったわけじゃない、うんうん、もう全然ないわけですよ。そうですね、あれを一度言っちゃうともうダメだよね、ああいうの、うんうん、だからでもそれが韓国なんですよね。あ、それが韓国の魅力というか、うん、そうじゃないと韓国面白くないじゃないですか、はい、そうそう、我々からすると我々からするとね、はい、上を行くからね。そうですね、いやこれから明日とか急に、うん、いやもう韓国っていうのは、うん、もう日本そして米国と手を取り合って、うん、北朝鮮、うん、さらには中国に向き合っていかなければいけないんですよ、はい、インド太平洋構想ですよとか急に言い出したら、うん、ざわってなりますよね。ざわってなるね。絶対裏があるだろうと、そう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 、その額面通りには受け取れない感じですから、はい、これもやっぱ前例があるから、はい、裏切るっていう前例があるから韓国を安易に信用できないという、明治時代に日本が併合していくしかないって決めた時も、はい、こういうやり取りをずっとやってたわけですよ、うん、この両番チックなね、うん、裏の駆け引きを、はい、こう誰も得しない駆け引きを、うん、もうあっちにもこびてこっちにもこびてこっちには強気で言ってみたいな、その変な駆け引きをずっとやってもう誰も引き取りたくないっていうことになって日本が引き取るっていう形になったわけですからね、うん、はい、なんかこうポーカーとかで散々駆け引きして相手を降りさせようとするんだけど、うん、結果的に自分が負けてるようなもんですよ、ね、そう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 、本当本当、さまざまな謀略を使うんだけど結果負けるという、誰得なんだというね、うん、自称バランサーって、バランサーになってないですからね。バランス乱してるのが朝鮮半島であって、乱してるからね。いやもう大丈夫かと、ちょ本当心配するわ。まあ、日本としては韓国は今のままでいてもらうしかないんですよ、はい、本当に。だから多少は日本は自腹切ってでも韓国を支えるしかないっていうのは本当のところなの、うん、ところが気持ちよく金出させしたくない気持ちに
させるっていうね。そうですね。そう、もう本当に金は出すしかないんですよ。例え悪いですけど、うん、嫌な後輩みたいな感じですよね。なあ、そう、もう飲み会に行って、うん、もうおごるしかないんだけど、そう、他のその同僚に比べて、はいはい、こいつにだけはおごりたくないっていう。あるあるある。あの金持ってないのに飲み会来ちゃったやつとかあるんだよ。大学の友達とかでもあの金ないのに飲み会来ておごってくれとか言って来るやつ。もうみんな出すしかないんだよね。出すしかない。そうそうそう、みんな出すしかないっていう、そういう感じだね。そう、金持ってない、とりあえずそれはもう出す、うん、出さざるを得なくなっちゃいますからね。そう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 、まあ、じゃあもうこいつの分みんなで500円ずつ出してっつって、うん、もう今回あいつ呼ばないでおこうぜってなぜかいるっていう。いる、いるし、いや申し訳ないんだよ電車代もっていうやついるんで。選択しかない。そう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 、帰れないからさ平気で来るやついるんで。いや、そこでやっぱり両親を見せてしまうのがダメなんですよね。そうそうそう、でももう、もうね、店で飲んでるから。そうですね、払うしかない。いや、そこでやっぱりもう歩いて帰れとか、うん、でも酒じゃなくて水を飲めとか、うん、そういうやっぱり毅然とした態度が本当は大事なんだよね。本当は必要なんでしょうね。本当は大事なんだけどね。ただできないんですよね。できないそれがっていうね。そうそうそう、いや韓国は相当、日本は韓国の飲み代払ってきたからね。散々豪遊させたからね。本当にもう店何軒分っていうぐらい。そう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 、店潰れるレベルで相当やってますからね。そう、人の金だとうまいぐらいの感じで、そう、ただだけ飲ましてきた。しかもさらに今飲み代要求してますからね。そう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 、あれ、あの時の会計払ったと思うんだけどっていうのに、ああ、そう、さらに、いや、あの時の会計払ってないよって言って、払ってない、さらにもらおうとしてる。そう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 、あたりがずっと、まあ、そんな韓国に我々行こうかっていう、うん、そう、実はちょっと見に行ってね、はい、今実際どうなんだと。ニューヨークばりに寒いみたいだね。そうですね、もうマイナスだよね、はい、うん、なんかもうちょっと一応見て、今韓国がどうなのかと、あと韓国の人がどういうふうに考えてるかっていうのをね、ちょっと聞いてこようと。そうですね、はい、思ってますよ。急に変節しないように。はい、いや、韓国は素晴らしいところで、素晴らしい国ですと。いや、今までの僕の考えが間違ってましたと、したと、急に我々二人とも言い出したら、はい、やられたなって。ムン大統領は素晴らしい。あれは作詞ですね、はい、安倍が悪いんですよ。安倍が言うかもしれない、はい、ビールを撒き散らす日本製ビールを、はい、地面にビールを撒く会の会長だから、確かにね、義務だって言ってプシュッて言ってガーって、はい、そのこち亀の両津みたいな話になりますね、はい、うん。さあ、そして韓国ベストセラー、反日種族主義、はい、著者らへの苛烈な反応と、はい、ニュースポスト7がやっていまして、うん、まあ、先週も紹介しましたね、はい、先々週も紹介した、ね、はい、この韓国ベストセラーの反日種族主義なんですけども、11月に日本語版が刊行されるや、著者たちへのバッシングはさらに加熱、はい、韓国大手のハンギョレ新聞は、日本人が誤った歴史観を深め、歪曲された歴史観が日本社会に拡散すると批判した。いやいや、もう日本先に知ってるし、先に知ってるし、本当に。著者の一人で、洛政大経済研究所研究委員のイ・ウヨン氏は、実際に身の危険を感じた経験を本誌週刊ポストで、うん、ジャーナリスト赤石真一郎氏の取材にこう語っている。出版後、研究所に2人の男が乱入し、私に唾を吐きかけました。電話で塩酸をばらまくぞと脅されたこともあります。電話やメールによる悪口や脅迫は後を絶ちません、はい、研究所の前には市民団体が旭日旗と医師の、写真を重ねて燃やしたり、本を破り捨てるなどのパフォーマンスも繰り広げられた、はい、いつもやってますね。いつもやってる。正門前に汚物犬の糞を撒き散らした男や住居侵入と器物損壊の疑いで書類送検される事件も起きている、はい、だが韓国警察はこうした知日派に対する暴行や脅迫は厳しく取り締まらないというと。あ、いうことなんです ね。警察もね、ダメだよね、それね。この燃やす汚物とか、はい、ちょいちょい出てきますよね、韓国。日本もやらないよね。火つけたりとか汚物を撒くっていうのはね。汚物って発想がないですよね。ない。自分が持ってるのも嫌じゃん、うん、持ってそこまで運ばなきゃいけないじゃない、うん、それは嫌だよね。なんか前もなんかの話で、うん、その汚物を投げ入れたとかありましたよね。あ、そうそう、あった。汚物を投げ入れる、汚物投げ入れるってどう投げ入れてるか。そう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 、持ったのか、持ったのか、はい、何か容器に入れて、入れてね、タッパーか何かに入れて、入れてそのそう、持ってること自体嫌だからね。嫌ですね、うん、だからもうこれ我々の中でこの反日種族主義っていう言葉自体、はい、なんか流行語大賞取るんじゃないかぐらいの、あ、今年のね、今年の象徴として、象徴としては
これは出るいいかもしれないぐらいの言葉の一つですよね、はいはい、ただやっぱ内容に対する反論じゃないんですか、ね、そうそう内容に対してじゃなくて全部感情論ですよね、うん、その許さんとけしからんと日本人が誤った歴史観を深めっていうのは、はい、それじゃあ内容に反論してみろよっていう、そうそうそう内容には反論しない、これはあの青木治さんとかもそうでしょ、うん、内容に反論しない、うん、喧嘩もんだとか言うだけ喧嘩もんって韓国の方の話ですね